おはようございます。皆さんこんにちは、ゆなです。今日もね、ルエルの生活を記録に残して皆さんにお届けするいつもの感じなんですけど、引っ越し間近じゃないですか。で、間近っていうか引っ越ししなきゃいけないんだけど、一応引っ越し前にこれは絶対終わらせなきゃいけないねみたいなリスト作ったんで、こうもやってないのに1週間経っちゃった。本当にね、やばいの。なんかね、なんかさすがにさ、自分なんかするだろうって思うじゃん。戻ってきて結構私忙しいななんて思ってたの。なんかいろいろだってさ、家具とか売ったりとか車買ったりとかさ、だから自分 LA 帰ってきても忙しいだろうなって思ってたのにさ、1週間ドラマにハマりすぎちゃって何もできなかった。これちょっとした悩みなんだけど、すっごいハマりやすいんですよ。ああいうなんか幻想の世界じゃなくてエンタメに私めちゃくちゃハマりやすくてさ、漫画とかも結構一気見しちゃうタイプなのね。だから7とかさ、あれ20何巻みたいなあるじゃん。ああいうのとかももう全部読み終わないと気が済まないっていうか、違うことが本当にできなくなっちゃって、じゃあ睡眠時間削ってやったりとか、仕事最低限しかせず、もうずっと漫画漬けみたいな感じな生活を結構私送りがちなの。こんなに友達と遊ぶのが好きな人間なのに誰とも会わなくなるのね。廃人みたいな生活ちょっと1週間してしまって、そうしかもなんか長いんだよね。中国のドラマってマジ長くってさ、1話40分が59話もあるの。めっちゃ長いじゃん。でもさ、全部さ見終わらないとちょっと先に進めないって思って、マジ1週間犠牲にしてずっとドラマ見てました。マジでなんでこのタイミングに手出しちゃったんだろう。なんか時差ボケでさ、どうせ最初の2日3日はそんな人と会えないな、暇だなって手出したんだけどさ、次回はさ、なんか30話ぐらいのやつにせめてね手出すべきだったなって今はすごい反省しております。はい。日本のみんなで中国のドラマわざわざ見に行こうって思わないよね。中国のドラマって私が結構いつも見てるのは昔のお話、なんか空の神様と、じゃあ魔界のなんか王様がなんか戦い合うとか、日本語でそのジャンルが私あるかどうかないよね。多分ないから、なんかそれにぴったりくるワードが全然出てこないんだけど、そういうのが好きで いつも見てるんですけど、ドラマとか見てるとさ、感情移入するからさ、なんかイライラしてきちゃうの分かる。すぐみんな犠牲にしたりとか復讐とかめっちゃしたりとか、とにかくなんか殺伐としてる、なんか命なんだと思ってるのこいつらってぐらい、すぐなんか好きな人とかできると、もうあなたのためだったら私命を犠牲にしても惜しくないわとか、あなたに出会えたからもう今死んでも人生悔いないわって本当に死んじゃうのね。スケールがでかいなって感じなんだけど、現実世界でさ、そんなスケールでかいことできないじゃん。自分一番可愛いしさ。だからそれをなんかドラマの世界で見るとなんかすごい、わ、なんかいいなみたいな、ちょっと尊いなみたいなさ、ドラマの世界だからいいよね。で、現実世界でさ、なんかわかんないけど誰かさ好きな人がいて、でその人になんか、でもユナのためだったら俺命捨てれるって言ったら、いやちょ待って私そんなでかいの背負えないよって逆に思っちゃうよね。嬉しいとかよりかさ、大丈夫そうみたいなさ、心配になっちゃうよね。現代社会でさ、言われる側も言う側もさ、昔みたいにこうそれ言われてなんかうるうるとかできないよねみたいな。だから大体そういう設定的になんか男性キャラクターの方がめちゃめちゃこう神様の世界でめちゃくちゃ地位持てて超戦いが強いとか、もうすごく国のめちゃめちゃ有望な武将さんだったりとかするから、まあ、権力持ってんの。でもなんか女の人好きになって、じゃあ国投げ出したりとかさ、もう女の人のためだからもう俺この人のために命投げるわ、いやいや待って、お前責任あるだろうと、仕事よりも恋愛優先しちゃうみたいな感じが多くって、それ見るとねめっちゃね自分の中で勝手に蛙化するんだよね。いやいや、バランスよくやれないみたいな。こういう時にもなんか自分の男性のタイプすげえなんか顕著に出るなって思って、なんかねやっぱねバランスよくできてる人がいいわ。恋愛ばっかっていう人ちょっとやっぱななんかドラマとか見ててもイライラするから、現実世界でもあんまりやっぱ惹かれないなって思ったとか思わなかったりとか、まあそんなことをいろいろ感じながらドラマを見てたっていう感じです。はい。で、今日はね何をしていくかっていうと、私も引っ越し前なんで結構いろいろ準備しなきゃいけないことがあって、国際免許取ったりとか、車をねまずその買い取らなきゃいけなかったりとか、買い取って売らなきゃいけなかったりとか、本当にやることがたくさんあって、で仕事の方も今ブランドの方をさ進めるって言って、結構日本でこの方向性で行きたいみたいなあったんだけど、大幅なね軌道修正をちょっとしなきゃいけなくなっちゃって、またそっちの準備とかもあって、もうとにかく本当にやることが多くてどうしようみたいな。ドラマ見終わったからちょっと今から頑張るぞっていう感じな私の日々の生活になる予定。ちょっとメイクしたらもう早速ね家出ていろいろやることを終わらせていこうかなっていう感じです。はい。月曜日にまた来いって言われました。今日終われ多分できないから月曜日にまたおいでって言われて、ね、それをさ受付の時にいてほしかったよね。普通に月曜日にまたおとなしく来るしさ、別にそんな家から遠くねえし、ここなんで今みたいな感じ。まあこういうことってアメリカだともう慣れっこだから、もう多いから、17年間住んでるから別にここでなんかいちいちイライラしないけどさ、やっぱアメリカって面白い国だなって思いました。
なんか普段だったら10分で終わるよって言われて、いやそうだよねって思ったの。そんなだってさ、なんか見たけど大体の流れとかそんな難しいことをさせてないからさ、1時間も待つのって思ったんだけど、普段はなんか10分で終わるんだけど、他のこの AAA っていうのね、この車をやるなんつうのオフィス、 AAA が他に5個ぐらいオフィスが閉まっちゃったって言ってて、ハリウッドとかのオフィスが閉まってるって言って、5個一気に閉まるってどういうことかな、インフルエンザでもそんなに閉まらないよねって、もうなんかわかんない。で今日は土曜日なんですけど、まあ今日土曜日ってのもあるし、そのハリウッドとか普段多分そっちに住んでる人たちも今そのうちの近くの AAA に来ちゃってるから、もうすっごい混んでて、で本当は5人ぐらいスタッフが今日出勤する予定だったんだけど、2人ぐらい朝今日ごめんなさい病気で行けなかったですみたいななって、3人しかいないからプロセスが進まなくて今日ごめんをできないわってなったんですね。すごいよね、これがアメリカですよ、これ現実ね、これアメリカの現実。なんでこんな効率がクソ悪くてさ、こういうところになると、なんか本当にマジで、もうなんか考えるのもさ、すごいこっちがストレスになるからもう考えたくないんだけど、なんか意味わかんないじゃんやってることがさ。それで経済大国でしょ、意味わかんないよね本当に。うまい。うまい。抜群にうまくね。うわ、ケチャップとかそれうまい、絶対おいしいですよ。あのね、やばいよね。あのねごめん、全然さ、いい言葉思いつかんかった。これいかついよ。これいかついっすね。これいかついうまいよ。よし、じゃあ晩ご飯まで頑張りますか。そうっすね。ちなみに何勉強してるの。こちらはですね、はい、マネージメントでございます。うん。規模がでかすぎて。うん、マネージメントの。マクロマネージメントのどう？結構イントロダクションの方なんですけど、うんうん、サプライチェーンとか。ああ、はいはいはい。マネージメントでサプライチェーンとか、うん、教えてあげますよ。え、気になる。教えながら覚えるタイプなんで。うん、気になる。いいサプライチェーンとは少ない在庫を抱え、少ない供給周数と高い回転率。はい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 。まあなんか変動に対応できますよみたいな。うん。あとキャッシュフローとか。うん。もう教えることなかったわ。そんなことないよ別に。いや、なんかその教えるほどでもなかったこれ。確かに日本の大学行ったことないからわかんないけどさ。日本大学行ってましたけど、うん、全然つまんなかったですよ。大丈夫、これカメラ回ってる。どこの学校とは言ってないですか。まあそうだね、まあ、リュウキの行ってた学校がらしいっすよ。死んだおじいちゃんが行ったの。死んだおじいちゃん行ってました。なんかこっちの方がなんていうの、うん、使いますよっていう感じで教えられます、うんうんうん、あと考える、うん、考える習慣をつけさせられますね。うわー、それめっちゃいいこと言うくない。なんでって言われますで、なんでそう思ったのみたいな、うん、超突き詰められますから、うん、なんかね、これ言うとなんか炎上するかなとか思うんだけど、日本の若い子たちって考える能力少ない子めっちゃ多いなって思う。いや、そうなんですよ、まあね、炎上覚悟で言いますけど、でも考えはあるんですよみんな絶対。けど言葉に出すことも、うん、あとなんて応用する能力がないっていうのは僕も自分で感じてました。なんかね、その応用する能力も、うん、じゃあその自分の思考を言語化する能力も日頃から練習しないとできないから。できないですね。だからそれは私まとめて考える能力っていうふうに思うの、うん、ですっごい違和感を感じた。大きく言ってね。あ、そう、大きく言って、ね、でも思ったのが、日本帰ってさ、まあ、よくカフェでさ仕事とかしたりするの、はい、すごいさ、その他の人の会話が聞こえてくるじゃん、はい、みんなの話してんの。女の子だと大体恋愛の話か、まあ、新作コスメの話か、アフナンの話かって。めっちゃ可愛いやん女の子って。女の子いいね、そういう会話できて。カメラオフにしたら。いやいや、だって男の会話に比べたら。で、男の会話も言うてやるよ、なんか仕事の愚痴とか。貸し漏れたか。なんか別にいいんだけど、どれも好きな話だし、私は全然、ね、私もするときあるけど、なんかな、なんだろう、すごい違和感覚えたんだよね。みんな同じ話してるなって思っちゃったの。でもね、この間ね、うん、それこそタイガと話してて、うん、面と向かって喋る機会って本当になくなったなと思って。どういうこと？人と。へぇ、なんか熱い話することとかもなくなっちゃったし、うんうん、この間タイガと熱い話して、うん、こういうの大事だよねって話しました、うんうんうん、熱い話を、なんか恥ずかしいことだって思ってる人は多い気がする。日本人すごい多いですね。日本人ってさ、言うと、まあ、またなんか怒られそうだから、ちょっと私は今ビクビクしながら喋ってるんですけど。俺は大丈夫ですけど。お前関係ないから。お前いいよ、なんだくせえよ、マジで。顔も映ってないからね。そうだ、最悪マジで。みんな同じ話してるの。めっちゃいいんだよ、恋愛の話もめっちゃ大事だし。もっと違う話してもいいんじゃないかなとか。あ、一番びっくりしたのがさ、その円安今問題になってる。はいはいはい。あれに関して、円安がなんで問題かって分かってない子すごく多くって。おー。海外に行って、その海外に行けなくなるから、で終わっちゃう人が多いの。でもそれってさ、多分さ、思考で言うとさ、ステップ1でさ、でもステップ2でそれがさ、輸入品がさ、うん、まあ、高くなるから1000万あったとしても、うん、これって実はもう1000万の価値ないんだよとか、そういう話じゃん、うちらがしてるのってさ、そこまでたどり着けない子が、まあ、興味ないですからね。思った方がいいと思うんだけどな。僕だってその、うん、特にこっちにいるってなおさら感じるじゃないですか、円安を。うん、うん、感じる、めちゃくちゃ感じるね。最初、なんで円安大きいんだろうみたいな、で調べ、自分で調べるじゃないですか。うん、調べる。結構みんな分かりやすく教えてくれてる YouTube とかあって、うんうんうん、見ていくと面白いですよね。面白い、まあ、なんかな、難しいなって。いやでもなんか本当、うん、競馬の予測ぐらい難しいですからね。いや本当にそうよ、いろんな要因あって、ね、一つじゃないからね。どれを売ったんかな。うん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 。いや、ちょっとしか下がってなかったですもんね。あの、あれか、あの今介入してるやつ、調整のやつです、うん、あれも。あれだって焼き石に水だからさ。いやでも一回切りますね。
えてくる。ですね、我々牛タン屋さんに向かっております。わざわざ OC まで来たからね。牛タン食いに。そうだよ、牛タンの、今日は牛タンのつかさ。つかさっていうの、すごい美味しいですよ。龍気の推しなんでしょ。そうです、しかも仙台発祥なんですよ。いや楽しみ。僕の地元なんで。はい、美味しそう。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。わさび、わさびと食べるの。はい、どうやって食べるの。あー、もうお好きに食べてくれて。本当ですか。あ、美味しい漬物。わさびつけちゃうとうまいですから、確実に。うん、やばい、とろろもらって買ってこようかな、とろろ。とろろ飯ってめっちゃうまいじゃん。いらない。いらない。私とろろ好きなんだよ。じゃあネギシ好きだから。あ、スープめっちゃ美味しい。しかもこれちゃんと入ってますからね。入ってる、めっちゃ美味しい。オックステイル。マジで？とろろうまいから、うまっ。あ、めっちゃ美味しい牛タン。うん、この牛タンは、うん、美味しい。マジで、うん、トップレベルの美味しい。うん、美味しいわ。あ、とろろ欲しいな。アメリカでこのクオリティ出せない。すごい、マジですごい。え、でもとろろ欲しいな。まずとろろが何かも分かってない。なんで？本当に日本人。いきます。うわ、これやばいよ。とろろってやばいんだから。うわ、しかもめっちゃ体にいいタイプだし。そうだよ。おはようございます。まぶしい。マジさ、 LA の日差し本当に強いの。マジでまぶしい。で、雲一つない、めっちゃいい天気。はい、そんな感じで今私は、リトル東京に来てまして、ショート動画でラーメン食べるってなってラーメン食べてきたんですけど、お腹いっぱい、お腹いっぱい。どんなもんだったかは多分ショート動画の方が先に出てると思うので、ぜひそっちを見てください。はい、そんな感じで私は、これから荷物をね、とりあえず日本に送んなきゃいけなくて、とりあえず順平のお家に送って順平に預かってもらうっていう話になってるんだけど、こんなにさ、全部さ、多分その国際輸送したらとんでもない金額になりそうだから、ちょっと断捨離しようかなっていう話になってて、私の中で。ってことは何をしたらいいんだ私は。あの、ゴミ袋とかを用意しなきゃいけないので、うちそんなにないから、どっかで買おうかなとか今すごいどうしようか迷っているところです。はい、でもなんか断捨離とかしたり荷物輸送すると、あ、日本移住するんだっていうなんか実感が湧きそう。全然まだ湧いてないのね。引っ越すって決断をしたのも年末の時だったから、もう半年ぐらい経ってるから、なんかそろそろ実感湧いてもいいかもしれないんだけど、まだね、この LA という土地にね、あと3週間したら私自分がいなくなるっていうことが、なんかあんま実感湧いてない。なんかリアルじゃない、日本に住むのがすごいなんかリアルじゃないの、まだすごい不思議な気分なんだ。まあでもそうだね、荷物を輸送とかしないと多分向こうに引っ越せないので、とりあえずね、ちょっと荷物をなんとかしないとっていう感じになってます。リトル東京って結構ちゃんとね、日本っぽいところあったりするんで、あんまりメトロは乗らなかったです。はい、家に戻ってきました。私の何が問題かっていう、この後ろの洋服たちだよね。一番なんかね、増えてった。私さ、ハワイから LA に引っ越してきた時ってスーツケース2つで十分だったの、夏服しかなかったからっていうのは結構でかかったんだけど、絶対全部使わないし、自分が何持ってるとか何持ってないとか覚えてないのね。絶対着ない服とかたくさんあるから、とりあえず着ない洋服はドネーションセンターに持っていこうかなって思います。多い多いな。こう思えばさ、このうちも引っ越してきて半年とかで、一応半年の契約で住むっていう感じになってるんだけど、あっという間、本当にあっという間すぎて、ちょっと時間どこ行ったのっていう。こんなさ、家留守にすると思ってなかったんだよね。普通にマジで住んだ期間でいうと3ヶ月ぐらいしか私このうち住んでないんだよね。あんだけ日本出張してたらさ、そりゃないよね。そりゃそんな住んでないのよ。でもこのお家マジで気に入ってたから、ちょっと悲しい。そう、日本のお家全然決まってないんですよ。多分聞かれると思うから先に答えるんですけど、日本に引っ越した時のお家どうするんですかっていう質問、まだ決まってないです。なんかね、とりあえずはマンスリーマンションにして、でお家はその後から決めようかなと思ってて、去年もさ、いろんな、なんか日本のお家とかに住んでみて、いろんなエリアに住んでみたから、あ、このエリアがいいなっていうのは大体目星ついてきたのね。でも最後にちょっとマンスリーマンションにして、まあ、お家探しながらマンスリーマンション住んで、あ、やっぱここにしよう、ここじゃないなみたいな感じでちょっと決めていこうかなっていう感じで。もうね、早く日本でお家が欲しい。自分家じゃないとあんまりね、安心して寝れないんだよね。今だから明るく話せるけど、今年の年末年始からすごいバタバタしてて、日本とアメリカを今までよりも激しく行き来してたりとか、仕事が純粋に忙しかったっていうのもあるし、環境の変化に対する精神的なストレスとかもすごくあって、自律神経がめっちゃ乱れてたんですね。あ、
これ買ったのにさ、一度もつけてない。アンクレット見つけちゃった。こういうのさ、断捨離してる時にさ、見つかるから面白いよね。私、自律神経めちゃめちゃ乱れてて、今まで私、すごく健康優良児だったから、睡眠もめちゃくちゃ取れるし、めっちゃ寝るタイプなんで、寝ても、6時間とか7時間で起きちゃうし、多分引っ越しとかでお金もすごく出ていくから、もっと仕事頑張らないとっていう気持ちがすごく強くって、アドレナリンがずっと出てたの。なんか仕事のオンとオフを多分切り替えるの結構上手い方だったはずなのに、もうずっとオンの状態になりっぱなしで、寝る前も仕事のことずっと考えちゃって寝れなかったの。寝るっていう時もいつもみたいにこう寝るっていうよりかは、もう体力の限界が来て気絶するっていう表現が多分正しかったのね。あんまりいい状態じゃなかったの実はね、ずっとここ半年間ぐらい。睡眠とかも全然取れないからずっと疲れてるし、でもじゃあ頑張って寝ようって思ってもずっとこっちでオンになってるから、なんか全然寝れなかったの。考え事もすごかったから頭痛が止まらなくて、おでこが重かったの、めちゃくちゃ。ヘッドスパとか行ってなんかこれで治るかなとか思ったんだけど治らなくて、こう目をさ、こうキュッて上げるじゃん、上げる時もなんか重くてなかなか目がこうやって上がらないみたいな。とにかく健康状態で言うと、私の20歳、まあ、20代になってからの記憶しかないんだけど、20代になってからは過去最悪でしたね。うん、生理もちゃんとオンタイムに来るんだけど、経血量がめちゃめちゃ少なくて、で生理痛とかちゃんとある人だったのに全然なかったの。もう薄くてなくてみたいな、なんか体が出した危険信号かなみたいな。体が、いやお前さ、仕事ちゃんとしなきゃいけないから生理痛休んでる場合じゃねえだろっていうことで、全然生理痛くれなかったのかなとか、明るくね受け取るしかないなって思って明るく受け取ってきたんだけど、普通に考えたら結構やばいよね。日本にいる間はさ、お家とかも別に自分のなんだ、自分の家じゃないから心が休まらないなみたいな状況がすごい長かったんだけど、こっちに戻ってきて、でまあもう本当にあとは引っ越すだけだから、すごいもうシンプルだよね、今やるべきことは。だから、うん、そこで多分気持ちが結構晴れやかになってクリアになったから、また最近はねぐっすり眠れるようになりました。自律神経治りすぎて寝すぎてね、最近ちょっと困ってるぐらい、めちゃくちゃ最近はよく寝てます。みんなね、なんか健康については本当に気をつけてね。私はねめちゃくちゃ健康なやつだと思ってたんだけど、こういうことになるんだね。心理的なそのストレスとかって時に一番やっぱ体調を崩す原因になるからさ、もう常に仕事とかなんか仕事だな、ね、仕事頑張んないととか、特に日本はさ、仕事をどんぐらい頑張れるかでその人がどんぐらい偉いかみたいな風に評価されがちだと思うんだけどさ、仕事を頑張るのもめっちゃ素敵なことだし、私は仕事大好きだけど、でもそれ以上自分のプライベート、自分の心をいい感じに守ってあげないと、人はこうして体調崩すんだなっていう学びになりました。ちょっと私のね宝物を見つけたのでみんなに見せます。じゃーん。これね、私が大学を卒業した時に順平がねサプライズで日本からハワイに来てくれたの、大学の卒業式に。ゆいおめでとうっつって、やばくない？私の卒業式のためにわざわざ日本からハワイにサプライズで来てくれたんだよ。でこれは日本に住んでる仲良かった友達も日本全国に散らばってたんだけど、順平がねもう足で広島とか行ってみんなのねこの実費のサインメッセージを集めてきてくれたの。これは私の宝物。でもこれを着てさ洗濯しちゃうと多分ねこのインクとかが落ちちゃうから着てないの普段。絶対着ないようにしてる、ただ持ってるっていう。順平がね真ん中にメッセージ書いてくれてるんですけど、ユンユンへ卒業ガチボコおめでとう。ユンユンの卒業、こうしてたくさんのお花と共に祝えること嬉しく思います。僕にとってユンユンは太陽のような存在で、いつも暗闇を照らしてくれます。かっこ狂心的。いつまでも楽しいこと、これからはさらにでかいこと一緒にやっていこうぜ。コングラッツバディ、順平って書いてくれてます。あーやばい、泣きそう。うわー懐かしい。もう大学卒業して4年とか5年経つけど、これはマジでエモすぎる。こんなことあったな。ハワイでみんなと出会って、でいつの間にかも仲いい友達ほとんどみんなハワイから出ちゃって、でもこうしてさ私が LA からまた日本に帰って大好きなみんなと集合できる日が来ると思ってなかったな。本当に嬉しい。ここにひなこのメッセージ書いてある。初公開ひなこの筆跡です。ゆなへ卒業おめでとう。半分行ってなかったけどお疲れ様。やかましいな。これから学校に縛られず人生楽しもう、ひなこって書いてくれてます。嬉しいな。はい、なんかすごいちょっと感慨深くなっちゃった。これはちゃんと日本に持って帰ろうと思います。よいしょ。もう見て、今断捨離パーってサクッと10分ぐらいしたわけなんですけど、もうこんなにたくさん人ごみ袋分ぐらいドネーションする洋服がありました。
全部ドネーションに持っていかせていただきます。そんな感じでまだ引っ越しするまでに結局何も ほぼ終わってない状況で動画終わることになるんですけど、ちゃんと引っ越しの準備も頑張りたいと思います。まあ、引っ越しってね結構憂鬱なんですけど、終わったらなんか本当にあの時頑張ってよかった、本当に引っ越してよかったって思えたことがほとんどなので、引っ越し残り3週間かあるんですけど、引っ越し頑張っていこうと思います。はい、そんな感じで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.